ミハイル2世は、キエフ大公、ペレアスラブリ公、ノブゴロド公、チェルニゴフ公、ガーリチ公を兼ねた。チェルニゴフ公、フセボロドと、ポーランド大公カジミエシュ2世の長女、マリアの間に生まれる。父フセボロド4世がペレアスラブリから、ペレアスラブリ公、ヤロスラフを追放した後、しばらくペレアスラブリ公の座にあった。1223年のカルカカハンの戦いに参加し、 チェルニゴフ公ムスチスラフの戦死後にチェルニゴフ公となった。1224年にノブゴルド公を兼ねるようになると、すぐに義系のユーリーや大貴族たちとの紛争が起こり、捕虜交換を行った。1226年にはユーリーの援助でセベルスキーのオレグ等に対して遠征を行った。 年代記は紛争の原因を記していないが、オレグが、チェルニゴフの議会の決定を覆そうとしたためとみなす、説がある。1228年、ピンスク公ロスチスラフやキエフ大公ウラジーミルと、連合して、ガーリチ公、ダニールの領有するカミアげを包囲するが失敗した。1229年、ノブゴロドで、民の負担を減らす政策を敷いた。また、ノブゴロド公から、 チェルニゴフ港へ戻っても、ノブゴロドの市長を任命して、介入の姿勢を見せていたが、1231年に、ウラジーミル・スーズダリコーユのリーから攻められ、ノブゴロドに関する構想からは身を引いた。1234年、イジャスラフ側に立って、キエフをめぐる闘争に干渉し、ダニールの軍を包囲した。1235年には、ダニールの領土であるアーリチを占領した。 結果としてミハイルは、ガーリチ公、イジャスラフは、キエフ大公となった。1237年秋、第一次モンゴルのルーシ侵攻に対する援助のために、リャザに向かった。1238年、ヤロスラフが退いた後のキエフ大公の座に就いた。さらに、自分の長男、ロスチスラフとガーリチの大貴族たちで編成した軍を、 リトアニアへ差し向けたが、軍隊が出払ったのを起としたダニールによって、ガーリチを占領された。1239年、治療のチェルニゴフに、モンゴル帝国軍が現れた際には、キエフに滞在しており、長男、ロスチスラフと共に、ハンガリーへの逃亡を余儀なくされた。なお、治療チェルニゴフの陥落、1240年のキエフ陥落の後、ダニールから放置として、 ルーチクを受け取っている。モンゴル軍の侵攻の後は荒廃したキエフに戻り、1243年までキエフを治めていた。しかし、長男ロスチスラフの結婚のためにハンガリーへと向かった際、モンゴルの出した直令によって、キエフの所有者はヤロスラフに変わった。その後モンゴル側から招かれ、かつて統治していたチェルニゴフに戻ったが、殺害されて、その生涯を閉じた。 ミハイルの死に関して、ある年代記は、ミハイルは、バットの爆者に呼ばれ、異教の死祭から、彼らにとって神聖な人偶像を参拝するよう、命じられた。しかし、それを断ったために殺され、意外は、彼の忠実な側近によって、チェルニゴフへ運ばれた。という趣旨の記述を伝えている。しかし実際は、キエフ大公やロズラフ三世のように、 モンゴルの息のかかった大やによって毒殺されたようである。また、ほぼ同時期にダニールは、バトゥを直接訪問し、従属を認められている。1543年に、アルハンゲルスキー大聖堂の聖者の群像画の中に、書き加えられた。祭日は9月20日。1572年、ミハイルの遺体は世に知られるところとなり、チェルニゴフからモスクワへ運ばれた。 1772年には、普及体としてシリブラアンカの生骨箱に収められ、アルハンゲルスキー大聖堂に安置された。しかし生骨箱は1812年のフランス軍の侵攻の際に盗まれたため、それ以降は聖堂のもので代用されている。遺体がチェルニゴフからモスクワへ運ばれた後、ミハイルの名は、ロシア帝国において広く知られることとなった。それによって、 世襲による爵位や称号を持たない岡川上流の公家たちは、ミハイルを祖先に位置づける系譜を編集し始めた。系譜に関する書籍の中には、ミハイルの子孫として、ドルゴルコフ家、バルコーンスキーや、レプニン家、ゴルチャコフ家、アバレエンスキーや、オドエフスキー家、ボロティンスキー家、ボリアティンスキー家、そしてオレグ一門を名乗ったすべての公家たちといった。 おびただしい数の家系が見られる。なお、21世紀に提示された遺伝学の研究は、これらの一族が、ウラジーミル二世、モノマフの男系から生じたものではないことを示している。ガーリチコーロマンの次女、オリョーナと結婚し、一男二女を設けた。また、こと推測される以下の人物がいる。ありがとうございます。